ンポン。あ、手紙が来る。手紙ってそんな直感的に感じるものなの？ヘニヘニ。うわ、なんか来た。うちはいつも伝書バトを使ってます。手段古すぎ。てかこいつはハトだよね。お待ち。うわ、喋った。うわ、効果音最低。ふむ、誰からの手紙ですかね。お前も動じねえな。あ、1年後の私から手紙が来ました。はあ、なんやそら。いたずらか。うん、何ですかね。とりあえず読んでみます。おう、1年前のは地球。一人称どうした。あなたがこれを読んでいる頃には私はこの世に複数いるでしょう。お前分裂してんの。そっちの私は今ボイスロイドのクイーンになれてますか。なんやねんクイーンって。てか未来のお前が慣れてねえなら慣れてねえだろうがよ。わかりづれえボケやめろや。これを言うとあかりちゃんがわかりづれえボケやめろやとか言うと思うので、爽やかに笑いながら腹を揉みましょう。はは、揉み揉み。1年後の未来を語りましょう。お、ええやん。私はすくすく成長し、スーパークールビューティーの超絶クソクソエリートになってます。クソが2回入ってたけど大丈夫？ついのちゃんはそんな変わってません。写真を送ります。ほう、どれどれ。いや、ドリル強化しすぎだろ。てか周りにいる奴ら主張強すぎんだよ。わきまえろや。あかりちゃんはシンプルにデブった。ピンポン。誕生月占い。こい、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 こい。あ、残念。最下位は12月生まれ。うわでも大丈夫。12月22日生まれで名字に、ゆとずと気が入っていて、名前にゆかりとか入ってる人以外は普通に幸せな一日を過ごせます。えらいピンポイントやな。なら安心。いや、お前名指しレベルで不幸になるって言われてんぞ。慌てろ。顔。テレビの前のお前、首洗って待っとけ。いや、もうこれ犯罪予告やんけ。どうすんで、絶望の表現方法がユニーク。てか、あの人ゆかりちゃんになんか恨みでもあるんか？すごいピンポイントに名指しされてたけど。いや、先日顔の定期点検してたら、冒頭から意味わかんないけど続けて。お母さんが能力をご発動しハクシュンキャー。その時ちょうどテレビに映ってた彼女が司会している生放送に顔だけ飛ばされるという新種の貞子かな。私悪くないですよね。うん、まあ不運な事故としか。ついのちゃんはどう思いますか。不運な事故ですね。ですよね。あれです。何もかんもお母さんが悪いんですよ。謎能力で私の顔を飛ばすから。呼んだお母さん。ハクシュン。はい、では次のコーナーへ参ります。ピンポン。これ天使。電子要素どこだよ。これ俺天使だけど何か質問ある。うん、帰れ。なんでなんで質問してよ。なんでよ。うるせえな。てか天使っぽさが全くないから質問言われてもな。羽とかないの。もちろんありますけど、なんか虫っぽいな。誰が虫ですか。ミン。なんで鳴き声セミに寄せるの。触覚。はいはい、チーノちゃん。天使はトイレに行きますか。いや、天使さんは行かないで。ブリブリやめとけお前マジで。はいはい、先生。先生、最近おじキュンが流行ってるって本当ですか。何聞いてるんですか。本当です。おじさんを見るとギャップで。キュン。それ心筋梗塞だったりしない。大丈夫。はいはいはい、諦めんな。こいつは誰なんだろう。おじキュンだ。帰れ。あら、何かしらこの可愛い天使たちは。うふふ、遊びましょう。え、どこの子。あら、何かしらこの輪っか。あら、なんだか上に持ち上げられる。ああ、おい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 、召されてる。召されてるよゆかりちゃん。ピンポン。コメント嬉しい。どうした。いや、いつも動画アップするとたくさんの方からコメントをもらえるんです。ああ、せやな。毎回全部読んどるで。ネタ切れって言ったらネタを提案してくれる人もいるんですよ。へえ、そりゃ感謝やな。もっとください。ごめんやめろ。なので今回はせっかくですので皆さんからいただいたコメントを見ていきましょう。ええー、な。いつも楽しく拝見しております。これからも楽しみにさせていただきます。嬉しいな。ありがとう。これからも応援します。ありがとう。バフ、あかりママ。おい、なんや。お、出ましたね、あかりバフミンが。それ命名したやつ芝居たるから出てこい。ごめんなさい。お前かよ。あかりちゃんへのコメントは大体ママとバブミと時々怪獣、この要素で構成されてます。なんでや。ウケる。うめえ、こら。むむむ。じゃあゆかりちゃんへのコメントはどんな感じなんや。うん、大体可愛いか天才の2つの要素で構成されてますが。まない。かーつ。大体可愛いか天才の2つの要素で構成されてますが。おい、ついなちゃんへのコメントはどんな感じなんやろ。ついなちゃんが嫁です。ついなちゃん可愛すぎ。さすがの天使っぷりですね。まあ納得のコメントやな。うち丸坊主。いや、誰が丸坊主。光月さん。ちなみにニコニコ動画でもたくさんのコメントいただいてます。もちろん全部読んでるで。いつもたくさんのコメントありがとうございます。これからもたくさん可愛いって言って。やめとけ。